お疲れ様では本日のね、雑談をちょっとお届けしようかと思います。まあ、本日はちょっと雑談が多いんですけども、でも、すごくね、大事なことなんで、意識してほしいなと思います。えー、まずはね、えー、アメリカ大統領選で、えー、ハリス、えー、副大統領が次期大統領選の、まあ、出馬をね、表明したということでございます。これはバイデン大統領の急遽ピンチヒったってことなんで、まあ、ほぼ当選することはないでしょうね。 これで当選するんだったらね、もう誰も当選することになっちゃいますから。まあ言ってみれば東京都知事選でいう蓮舫さんが出てきたみたいな感じなんですよ。まあちょっと勝てはしないだろうけど、とりあえず出てみたみたいなとこじゃないかなと思います。えー、もちろんね、蓮舫さんには蓮舫さんで勝ち目があったと思いますけども、なんとね、ハリス副大統領って、イメージとか性格も蓮舫さんによく似てるらしいんですよ。なんかちょっとね、この辺、符合するものを感じるなっていうとこです。で、その後なんですけども、 今、アメリカではね、住宅ローンの債務不履行が急増してるんですよ、いや、これはね、何ヶ月ぶり、何年ぶりとかによる債務不履行の急増だっていうふうに言われてまして、まあ、おそらくね、リーマンショック後の債務不履行、つまり住宅ローンが払えませんみたいなね、リーマンショックが起きたような感じです、うん、その後の俺サブプライムローンとかね、あの辺のインパクトと同じぐらいなんですよ、まあ、グラフを見ていただいたらわかると思いますけども、今までない 山がでできててるでしょやばいなってとこですですこうなると住宅ってのは競売にかけられたりとか二足三文で叩き売られてでそれを投資目的の富裕層で金が余ってる人がさらに買ってで値段が落ち着いて上昇した頃にまたね庶民が無理して買うみたいな形で結局格差は広がる一方なんですよ。 まあ、つまり、日米っていうね、軸で見ると、アメリカがうまみを背負って、日本がそのツケをし和されてるみたいに思いますけども、実はそんなことなくってね、アメリカだって日本以上に不幸な人が多いんですよ、3億6千万人の人口を抱えることってのは、やっぱりね、相当なフラストレーションになるんじゃないかなと思います、まあ、そんな中ね、期間限定なんですけども、あのマクドナルドで、ね、5ドルセットっていうのが出たんですよ。 5ドルって言ってもね500円みたいな感覚じゃなくって日本で言うと大体その1000円セットみたいな感じだと思います1000円よりもちょっと安いのかなってところですけどもあのつまりね今までマクドナルドでランチ食べようと思ったら、まあ、2500円から、まあ、ひどい時には5000円ぐらいかかってたわけですよ。よ で、そういったところで庶民の味方、マクドナルドが庶民のものではなくなったってことで急遽ですね、今回の不景気を受けてマクドナルドが期間限定ではあるんですけどもこの5ドルセットの値引き戦略をね強化してきたってことになります個人表費がものすごくね冷え込んじゃってるわけですよ富裕層はバンバンお金を使うけれども庶民とか中間所得層以下っいうのはお金が使えなくってすごく苦しんでいると。で、で全てのの年齢層でクレジットカードの 円滞率が上昇してるっていう風なね、アメリカも経済がすごく大失速してるところなんですよ、まあ、これはひとえにバイデンさんのやってる政策が悪いのかなってところです、で、えー、ウクライナ戦争にどんどんお金に突き込んでるわけでしょ、日本だけじゃなくて、G7 各国もつぎ込んでるわけですよ、まあ、そうなってくるとねお、バイデンさん、何やってんだよ、俺たちの暮らしを全然見てないじゃないか、そんなにウクライナに金ばらまく余裕があるんだったら、戦争をやめて、俺たちのこと見てくれよっていう風にね、まるで日本と同じですよね。 うんまあ、ということでね、アメリカも消費はものすごく減速してるわけなんですよ。日本も同じですよ。両方デフレです。だから、アメリカの陰謀で日本がどうこうっていうのはありますけども、その陰謀を画策してると思われてるアメリカ自身もね、ずいぶん落ち込んじゃってるってことなんで、日米同盟っていうのは、共に貧しくなる同盟なのかなと思っちゃいます。まあ、そんな中で、為替介入っていうのがね、いかにアメリカがしてほしくないかってことですよ。だって、買ってもらったアメリカの債権とか証券を、 市場で売りに出すってことですから、売り圧力が強まれば、全体の相場、下がるわけですよね、だから、買ってもらい続けている限りは、まあ、経済は、アメリカは維持できるんですけども、売りが入っちゃうとまずいんですよね、特に日本の持ってる準備金っていうのはね、まあ、200兆円とか300兆円って言って、もう一発でアメリカ、干上がっちゃうような金額持ってるわけですよ、そういう意味でいうと、お互いに牽制し合ってるところなんですね。 まずは日本がこの国債をもう全部市場で売っちゃうぞっていう風にアメリカを脅すこともできるしアメリカは買ってもらった債券さもうね売ること許さんよみたいな感じで強引に乗っ取ってくるっていう方法ですよねまあそうなんですよだからアメリカの金利が有利だからって言って世界中のお金が集まってますけどもそのまんまアメリカを持ち逃げするってこともありえますからねもしくは金本位制度を復活させて えー、もうねあの信用取引をしないみたいなことを言っちゃうとこれまた相場がガタ落ちしてアメリカのまあ人勝ちってことにもなりますとは言ってもアメリカの国民が救われるじゃなくってアメリカの何といいますかね裏で暗躍するディープステートみたいな人がまあアメリカ国民日本国民からお金をぶんどって終わりみたいな感じですようんまあそういったストーリーもこの雑談の中で 何度か語ったことがあると思いますけどもまとめるとトランプ大統領がそれを全部正すよってことを言ってるとしたらね、うん、まあトランプ大統領の政策に期待できますけども痛みを伴う改革になります例えば急速にドルが安くなってねでドル円の金利差がなくなってドル円が120円目指すってことになるとそれはね 明るい兆しのように思いますけども、実はそうでもなくって、いろんな不都合が出てくるわけですよ。つまり、円高にしろ、円安にしろ、必ず副作用があるんですよね。で、その両方を乗り切るために、FX があるわけですよ。どっちに触れても私たちは金銭的なダメージを負うことがない。そればかりか、経済危機が起きるたんびに、私たちはテクニカルで稼ぐことができるんですよね。むしろ、トラブル、大還元みたいな領域に入るかもしれません。 まあだからといってね、トラブルを起こしたりそれを喜ぶってことはないですけどもただ、どんなことがあってもね、私たちだけは金銭的に切り抜けることができるそのスキルが FX だってことでです、えー。それでは雑談以上です。